どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、おなじみの羽田空港第1第2ターミナルの駅のホームにいるわけなんですけども、本日はですね10月2日ということで、やっとね緊急事態宣言も解除となりましたので、 ANA のダイヤモンド週は続きね、かなり空きましたけどもやっていきたいと思います。で今ですね朝の11時ぐらいで12時のフライトということで、ちょうどねあと1時間ぐらいで、フライトというふうになります。今回はですね本当に、羽田から伊丹にね行くんですけども、本当にただ行くだけの動画っていう風になりますんで、ちょっとね面白みがね欠けてしまうかなと思うんですけども、まあねダイヤモンド修行ということでお付き合いいただければなと思います。ちょっとね撮影許可の問題でですね、ちょっと残念ながらですね、今までは歩きながらですね空港内ね撮影させていただいてたんですけども、ちょっとねそれが今後はできなくなったということで、ちょっとねなんていうんですか、今までに比べるとですね面白い映像が減ってしまうかもしれないんですけども、まあこれもね規則は規則ということで、どうしようもございませんので、その点もねご了承いただければなと思います。ということで今回ね ANA のバリュー3だったかなで発見してまして、羽田伊丹がね今回普通席なんですけども、片道1100ぐらいなんですよね、2倍キャンペーンを入れて。ですんで往復で2200ぐらいね稼げたはずですね。ちょっと計算したのね今見てないんで、正しくはねここら辺に出しておきますけども、今回ね羽田空港から伊丹空港まで普通席で行きたいと思います。ということなんで早速ねチェックインしていきたいと思います。ということでちょっと展望デッキにやってきました。利用されてる方はねかなりいらっしゃいますので、まあ、デッキの風景っていうのはねちょっとお見せできないんですけども、結構ねこんな感じで、綺麗に見ることができます。いやーめちゃめちゃ飛行機あってテンション上がりますね。最近ね飛行機の見分け方をね勉強してまして、一番今映ってる右から2番目の飛行機ですね、あれがボーイング787ですね。はい、でこの手前がですね分かんないですね、はい、勉強不足です。でこっちにいる飛行機がですね分かんないですね勉強不足すごい。ちょっとねもう本当にパッと見ただけでね分かるぐらいまでね知識を得たいなと思って、ただいま勉強中です。いや羽田空港のね展望デッキ初めて来ましたけども、非常に見さらしが良くていいですね、気持ちいいです。ぜひねお時間ある方、6時半からしかやってませんので、今だけなのかずっとなのか分かんないですけども、前ね始発できてねやっておりませんでしたので、それだけ注意してください。いやめちゃめちゃ気持ちいいですね。それではチェックインしていきたいと思います。いやここだったらねバッチリ飛行機ね見れますし、望遠レンズとかあればね、今ちょうど着陸して飛行機来てますけども、綺麗にね写真撮れそうですね。ではチェックインしていきたいと思います。では早速行きたいと思います。来年もねこちらから入れるように修行していきましょう。それではですねラウンジ入ってきました。緊急事態宣言が明けたんでビールです。失礼します。ということで今ね11時20分ぐらいだと思うんですけども、搭乗がね12時ということで2、30分ぐらいですかね、ちょっとこちらでゆっくりしたいと思います。それでは今ね11時40分ということで、締め切り時間11時50分なんですけども、いやもうね搭乗開始しましたね。今ラウンジ出てねゲートの方に来たんですけども、もうね搭乗開始しておりますので、早速搭乗していきたいと思います。いやね久しぶりに ANA スイートラウンジでお酒飲んだら酔っ払ってしまいましたね。では行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは無事ね搭乗することができました。今回ですねこちらです。エアバス321ですね。はい、こちらね、新しい座席というふうになっておりまして、かなりね、綺麗ですね。モニターもね、こんな感じであって、USB、イヤホンジャック、リモコンまで、ね、ありますね。で、足元はね、こんな感じになってまして、結構広いですね。拳2個分ぐらいでしょうか。
ですね。今回窓側ということで外の景色もねバッチリ楽しめる感じになっています。ちょうどこちらねボーイング787ですかね、飛行機が離陸するところですかね。ということでもうしばらく離陸待ちたいと思います。ただいまから非常設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため通路や非常口付近には手荷物。皆様シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。Ladies and gentlemen, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.
今大阪伊丹空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が飛び出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機はターミナル13番ゲートに変わりました。スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。スウェーデン別に到着しました。まだね、飛行機の動画できません。しばらく待ちだったと思います。ということで、無事ね伊丹空港到着いたしました。私はねこれからとあるねホテルに、行くわけなんですけども、今回ですね ANA ダイヤモンド事業何回目でしたか。多分5回か6回目が多分そのぐらいだと思うんですけど、ちょっとね期間が空きすぎて忘れてしまいましたね。まあひとまずですね今回ですね東京から、羽田空港から伊丹空港ですね、価格がね1万2000円ぐらいだったと思うんですけども、普通席でねダイヤモンド事業やりました。今回ねプレミアムポイント2倍ねいただいておりますので、いやありがたい限りですね。引き続きね10万プレミアムポイントまでダイヤモンド仕様ねやっていきたいと思いますので、もしよかったらですねお付き合いいただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。